さあ、今回は転職と転職、合ってるかな、やっていきましょう。さあ、これもメインストーリーですね。こちら誰だっけ、こちらのよく知らない人がね、依頼主なんですが、まあこれが終わればブレイブストームにね、しっかり力が溜まって先進めるんじゃないかなと思います。ではやっていきましょう。新刊ジュアロ、大進化様、なぜ後継者にこのジュアロの名を挙げてくださらないのです。新刊ゾデラにあって私にないものがあるとおっしゃるのですか。む、お前は旅の者だな。わしの名前はジュアロ。次の大進化を目指し修行を重ねている。そうだ、お前のような旅の者に一つ頼みたいことがあるのだ。ゾデラという進化にはもうあったかね。どこにいる。ゾデラは数年前にいきなりこの神殿に現れ、進化になった男なのだが、なぜか自分の素性を語ろうとしない。もしかしたら彼には何か後ろぐらい過去があるのではないか。私はそう案じているのだ。だとしたらそのようなものを次の大進化にさせるわけにはいかない。大進化となるものは清廉潔白であるべきだ。そこで旅の者、お前に頼みたい。あの男の評判や噂を神殿内の者に聞いてきてはもらえないだろうか。私が聞いて回るわけにはいかないのでな。ダーマの未来のために引き受けてほしい。もちろん報酬は出そう。パワープローブくれんだもんね。ゾデラのことは深海魚の者に聞くといいだろうと。進化でないものに対しては共有して自分のことをあれこれと話してる可能性があるからな。ほー。ゾデラね。見たことない人だから、一体誰だろう。とか誰に聞けばいい。ああ、何か聞けばいい人がいるね。じゃあ早速行きましょう。そう、ここのね、新たなスキルパネルの解放もしたいんだけど、レベル80までね、頑張んなきゃいけないってことで。いやー、もうちょいですね、レベルはね。今、いくつだっけ ?76。じゃあ、藤子にだっては、間74だから、あと6上げなきゃいけないのか。これはまだまだかかりそうだな。じゃあ、一人はここにいるから、この人だね。はい、私に何かご用ですか。あ、新刊のゾデラさんについて聞きたいとおっしゃる。あの人は大進化主任のお祝いの品を持って挨拶に行った私を邪魔だから出て行けと言ってくるような人なんですよ。あんまいい人じゃなさそうだね。聞けばこの神殿に来た時にはすでに結構な年だったらしいし、前は何をしていたのか気になりますね。あんな冷たい感じなんですから、おそらく肩着の職人はついていなかったんでしょう。わー、反射的なとは言ってないけど、まあ何をしてた人なんでしょうね。この辺漁ってないんだよな、そういえばな。じゃあ次は入り口周辺に人がいるね。あ、こいつか。私にご用でありますか。うむ、新刊のゾデラさんのことを聞きたいと。ゾデラさんは修行に熱心な方で、外に出ることもめったにありませんね。ええ、そう思ってましたよ、この前までは。実は先日の夜、セレドの町にちょっとやぼよで行きまして、その時見てしまったんですよ。なんと、あのゾデラさんが誰かと一緒に酒場に入っていくの、いや、びっくりしました。あ、以上。あとはじゃあ2階とかも聞いてみましょうか。この人か。ゾデラさんは職人の席でも誰とも話さないし、とにかく不愛想って感じの人だね。だけどものすごく真面目でさ、他の進化が戻った後も一人で居残って修行を続けているのをよく見るんだ。あまりにも仕込に打ち込みすぎていて、まさに危機迫るって感じでさ、他の新刊たちですら引いちゃうくらいだよ。お、まあなんか、まあそれぞれ一人見るかところが違うとね、まあ印象で変わるもんすよね。なんか冷たい人っていう人だったり、なんかまあ真面目な人だって人もいるし、まあ、一体どれが本当なんでしょうね。ねえ、大進化。まあじゃあちょっと戻りましょうか。戻ってきたか、ご苦労だった。ゾデラのことで気になる話があったなら早速報告してもらおうか。まあとりあえず全て報告して。でも深海以外の者に対してもゾデラは冷たい態度をとっているのか。それにあの男が修行に打ち込む姿は私から見ても常軌を逸していると思える。深海でない者が見たらなおさらだろう。総じてあの男の印象は良くないのだな。大進化になろうというものが人々に嫌われているようでは話にならん。いや、何、あのゾデラがスレダの町の酒場へ誰かと一緒に入っていっただと。でもそれは興味深い話だな。めったに神殿を出ないあの男が一体何のために酒場になる。そういえば先ほどやつが神殿から出ていくの見た。またスレダの酒場に向かったのかもしれん。よし、すまないが、もう一つ頼もう。スレダの町へ行ってそれとなく酒場を覗いてみてくれないか。もしゾデラがいたら様子を見るのだ。その後ここへ戻り、あの男が何をしていたか私に報告してくれ。それは別依頼でお願いしますよ。
じゃあ佐川へ。さてどこだ。いや見るからに怪しいやつと密会してんな。待てだが忘れられないのか。だを殺したのは私だ。あ、人を殺したのか。だから名前変えたのもか。いやでもこれだけじゃわからないな。話の断片すぎるな。合わない。私はに大神官になる。聞こえ方不自然だけど、なんでそんな端々だけはっきり聞こえるんだよ。普通もうちょっと全体的に不鮮明だと思うんだけどな。ノーコメント。まあ、とりあえず、ん？お前なんか聞いてたか？ダメだこいつ。じゃあとりあえずまあこれで帰っていいってことかな。さあ報告です。あ、お前か。セレドの町には行ってくれたのだな。ゾデダラはやはり酒場にいたのか。はい。ほう、ゾデダラは酒場で怪しげな男と話して していたというのか。お前は二人の会話を聞いたのだな。何、ゾデラが殺したのは私だなどとつぶやいていただと。本当にそんなこと言ったのか。それは人を殺めたということだな。あの男は私が思っている以上の過ちを過去に犯していたというのか。よくぞ報告してくれた。こんなこと知っては大神官様に報告に行かざるを得ないだろう。お前も初日として2階にある大神官様の部屋へ来てくれ。だ別依頼でくれつ。報酬は別のものを用意してよ。じゃあとりあえず神官様に報告。ふむ、どうやらそなたはわしに用があると見える。ほほほ、大神ダーマの大神官となればその位は見て取れるようになる。して何の用があるのじゃな。まあここからボイスかな。あーやっぱアンヌ州かっこいい。何事じゃジュアロ。神殿内で大声を張り上げるのは感心せぬぞ。失礼いたしました。実は神官ゾデラのことでご報告したいことがあるのです。なるほどの。この旅の者もそなたのようで来たのじゃな。かねてより私はゾデラの素性が気にかかっておりましたが、こたびその旅人に頼み調べてもらいました。その結果ゾデラは過去に人を殺めた疑いがあると分かったのです。ゾデラが人を。もう確たる証拠はまだありません。ですが今すぐに彼を呼び事の真偽を問いただすべきです。ジュアロよ、よく報告してくれた。だがこの件はわしが預かる。ゾデラへの追及も他言も無用じゃ。しかしそれでは人を殺めるようなものをダーマの大神官にしてもよいとおっしゃるのですか。そんなことになればこのダーマ神殿の未来は閉ざされてしまいます。何度も言わすでない。下がるがよいジュアロ。はい、失礼いたします。取り付く島もないね。ああ、大神官は大神官で何か知ってそうだけど。後で私のところまで来てくれ。大神官は我々が知らない何かを知っているのではないか。ゾデラのことは心配せずともよい。そなたもこのことは他言無用に頼むぞ。怪しい。多分何か知ってるな。
え、それよりもの、あなたは、そなたの今の職はそなたにとって天職であると思うかね。そうでもなくない？へえ、そんな質問してくるんだ。じゃあとりあえずあいつのとこ戻るか。なぜ大神化様はゾデラのことをあんなに信用しておられるのだ。私にはわからない。お前には密告の手伝いをするようなことをさせてしまいすまなかったと思っている。せめての礼を受け取ってほしい。まあまあ当然これでは何も解決してないから終わらないんだろうね。この物語は長いだろう。大神化様がああおっしゃった以上、今回の件を追及することはできないだろう。だがまだやれることはある。私はこれからもゾデラの行動に目を光らせておこうと思う。ダーマの未来を守り抜くために。ただ次の依頼はこいつじゃねえのか。じゃあ大神官じゃねえ、ひょっとして。踊りごと願いごと。え、全く違うとこから来た。これは何かつながるのかな。え、だってこれもさ、天職と天職だよね。天職と天職だよね。あ、あなた、あ、旅の人だよね。僕はリーディー。ちょっと画角悪かったな。このギザント一座の踊り子なんだ。あれ、後ろのやつさ、あれ話してたやつじゃない？酒場で。今度大事件の任命式でも踊るんだけど、こんな大きな舞台は初めてだから緊張してドキドキしちゃって。あなたは藤子さんだね。一座のみんなは忙しくて頼めないから、代わりに僕の話を聞いてもらえる？セレルの町のメルサンディの村を結ぶローヌ樹林帯に希望の花ってのが咲く丘があるの知ってるかな。なんか聞いたことある気がするな。希望の花つぼみに願い事をして花が開くと夢が叶うって話があるんだ。とてもロマンチックだよね。あ、アンルシアのイベントだったな。 あったあった、そういうものあったな。それでね、僕も希望の花に願い事をしたいんだけど、その丘まで連れてってくれない？なるほどね。福引券10個はしょぼいね。あ、よかった。希望の花に願い事しておけば今度の舞台うまく踊れると思うんだよね。でも座長に絶対に一人で行くなって言われてたから、どうしようかと思ってたんだ。それじゃあそっちの準備ができたら、希望の花の咲く丘へ出発してくれる？僕もその後ついていくから。怪しいんだよな、後ろのやつ。絶対あいつだと思うんだけどな。じゃあまあ連れてってあげましょうか。さあ、あー、これ前になんか草拾ったとこだね。お？うわー、きれい。ここが希望の丘か。なんであいついるんだ。ありがとう、あなたのおかげでここまで来れたよ。あれ、あの人って。あの、あなたは次の大神官になるゾデラさんですよね。なんか用を足してるみたいに見えるんだけど。まさかな。あの、ゾデラさんですよね。そうだ。はじめまして。僕はギザント一座の踊り子、リディです。大神官の任命式で踊ることになってます。今用を足しているところだ。後にしてくれないか。当たった。お前はなぜ踊り子などになった？僕ちっちゃい頃にシタル一座って芸人一座の公演を見たんです。それがすっごく面白くって、中でもジャンナさんっていう踊り子の踊りがとっても綺麗で憧れちゃったんです。いた気がする。もう記憶の彼方に飛んでたけど。僕が一座に入った時にはジャンナさんはもう辞めてて、座長も今のギザントさんに変わってたけど、それでもいいんです。ゾデラさんやお客さんのみんなに楽しんでもらえれば僕は満足ですから。どんな踊りや芸を見せられようと、私は楽しむことなどできない。え？お前のような踊り子ならなおさらだ。
私はダーマ神殿へ戻る。何してたんだろう。今の何？もしかして新人の僕じゃみんなを楽しませるなんて無理だって言ったの？不愛想な人だって聞いてたけど、あんなこと言わなくてもいいじゃん。いいよ見てなって。絶対にあの人に楽しかったって言わせてやるから。へい。危ない。ここに来た目的を忘れちゃうとこだったよ。希望の花に願い事をしなきゃね。おおちゃんと豪華なムービー映ついてるね。よしと。いやムービーカット挟むほどだったかなこれ。このつぼみを持ち帰って枯れずにちゃんと花が開いたら夢が叶うんだって。僕の願い事が気になっちゃう？でも秘密だよさーて、やることはやったし、ダーマの神殿に戻ろっか。お礼をするから後で僕のとこに来てね。いや全く話の全容がまだ見えないんだよな。この話はどう転がっていくんだ。あ、まあ、まあ考えてもしゃあねえか。あの時期大神官が魔物であったとかそういう。お、入ったら即イベントだ。あ、戻ってくるのを待ってたよ。丘まで連れてってくれてありがとう。これお礼だから受け取って。まだまだだな。あと3つ4つありそうだな。そういえばゾデラさんはなんで希望の花の丘にいたのかな。願い事をするような人に見えないけど。おいリーディー、そんなとこで何やってんだ。あ、ギザント座長、希望の花が咲く丘でゾデラさんに会ったけど、あの人ひどいんだよ。お前みたいな踊り子じゃみんなを楽しませるなんて無理だって言われちゃった。あー、もう思い出しても腹が立つな。あー、わかったわかった、ゾデラをギャフンと言わせたいってんだろ。ならしっかりと稽古をしなくちゃな。さすが座長、わかってる。それじゃ僕は稽古に戻るね。なんだこれは。この話はつながるのか。ゾデラが希望の花の丘にか。やはりまだ忘れられないんだな。いや、まあこの口調だとお前さっき酒場にいたやつだよな。セレドの町で見かけたな。あの時俺とゾデラが話しているのを見てただろう。隠しても仕方ねえから言っちまうが、新刊のゾデラはな、ん、本当はシタルって名前で、俺の前にこの一座の座長をやってたんだ。グランゼドーラでの興行を終えてここに向かっていた途中のことだった。一座の花形だった踊り子ジャンナが死んだ。アヌシャ、アヌシャ。ジャンナは希望の花を取りに行って魔物に襲われたんだが、シタル座長は自分の責任と感じて一座を辞めちまったんだ。そしたらその座長が新官になっててさ、次の大新官候補なんだって聞いた時はひっくり返るほど驚いたよ。正直俺は座長の器じゃねえから、酒場に呼び出して一座に戻ってくれないかと何度か頼んでみたが断られっぱなしさ。自分が憧れたシタル一座の座長があのゾデラだと知ったら、リーディーは緊張して踊れなくなっちまうかもしれねえな。あいつには才能があるんだ。ジャンナさえ超えられると俺は思ってる。だから今度の公演は成功させたい。いいか、ゾデラの正体をバラすなよ。
リーディーだけじゃなく神殿の誰にもだ。今ここで騒ぎは起こしたくねえからな。すまん、ゾデラ。とんだ勘違いをしていたようだ。っていうかさ、アンルシアなんかあるでしょう、一言。ねえ。ゾデラさんが死たる地座の座長さん、どこかで見たことがあるような気がしていたけど、やっぱりそうだったのね。ジャンナが亡くなったことで一座を辞めるほど責任を感じていたなんて。だよね。そう思っちゃうよね。うわー、ちょっと悲しげなお話。大神官と座長。お、次は大神官か。お、そなたがよく来てくれたな。待っとったのじゃ。近く新たな大神官の任命式があり、その余興でギザント一座が芸を披露することはそなたも知っておろう。実はな、その一座で何やら問題が持ち上がっているらしくての、なんとかしてそれを解決せねばならん。そなたがギザント一座の座長と親しく話をしておったと聞いてな。問題の解決に手をやってほしいのじゃ。詳しい話はギザント座長から聞くがよい。どうじゃ、頼まれてくれるかの。まあまあまあ。お、頼まれてくれるか。そう言ってくれると信じておった。よろしく頼んだぞ。座長から頼んでこいよ。つつがなく任命式を終わらせ、ゾデラにその責務を引き継いでもらわねば、ダーマの未来にも関わるのでな。そなたも知っておくがよい。転職をつかさるダーマの大神官は、実は特別な役割を持っていること。地下にある天眼の座に赴き、この世の平和を願う祈りを捧げる、大神官の大きな役割なのじゃよ。わあ、読みづら。文章読みづら。じゃあ座長のところに行けばいいのね。こいつはまずいことになった。どうしたもんか。ん？わあ、あんたか。悪いが今ちょっと忙しい。あ、なんだって？大神官から頼まれて俺たちに手を貸してくれるっていうのか。そいつは助かるぜ。実はな、任命式の余興でリディが着る踊り子の衣装をアラギーロの仕立て屋に注文してあるんだが、まだ届かねえんだよ。あの衣装じゃなきゃ嫌だってリディにはすねられちまうし、ほとんど困り果てたところだったんだ。荷物を持った配達には荒木頃からとっくに出発してるはずだから、ここに来る途中で何かあったとしか思えん。荒木頃からここまでの間に確か集落が一つあったはずだ。そこに行けば手がかりがあるかもしれねえ。任命式の行方まであまり時間がない。ひとっ走りその集落まで行って荷物がどうなったか確かめてきてくれ。お使いがひどい。まあでもね、リーディーにはしっかり踊ってもらわなきゃいけないからね。じゃあどこだっけ。滝を望む集落ね。オッケー。私はアルハギロ王国で配達の仕事をやってるものです。ダーマ神殿に荷物を届けに行く途中なんですが、大変困ったことになりました。え、あなたはギザンド一座に頼まれてここまで様子を見に来たとおっしゃる。うわ、なんてこった。実はですね、荷物というのはまさにその踊り子の衣装のことなんですが、ここに来る途中に魔物に取られまして。どいつどいつ。自力で取り返してくれませんか。スターレミングって魔物です。この辺をさ、あたりを探せば見つかるはずですと。で、あ、もし取り返されたらそのままダーマ神殿のギザント一台へ届けてください。私は足を構えてしまって動けなくて。ああ、まったく。なんだっけ？名前。スターレミング？スターレミング？ちょっとどんなやつかもわからんが。お前じゃないよな。あったあったー。ついてこい。じゃあ倒すか。運が良かったですね。おお、早速。踊り子の衣装は見つかった？はい、もちろん渡します。よかったね、見つかったね。そうだよ、これだよ。ジャンナさんが着ていたのと同じやつ。ありがとう。わがまま言ってごめんね。僕、今度の舞台これを着て踊れるのすごい楽しみにしてたんだ。これを着て最後まで踊り切れば憧れのジャンナさんに近づけるんじゃないかって。お、もう出番が来ちゃう。楽しませてあげるから中庭に
僕の踊りを見に来てね。まあとりあえずいいのかこれで。まあこれで依頼は達成なんのかな。あ、これからもうすでに始まるのか。お、始まってるね。ちけえ。そんな腹抱えて笑うほどじゃねえ。美しい歌声と愉快な曲芸で楽しんだ後はいよいよお待ちかね、当ギザント一座の花形スターリーディー城の踊りで鳥を飾りましょう。